時間始まりました。パーソナリティ長島智弘です。ナビゲーターの秋葉のぞみです。さあということで今回はですね6月から始まります、はい、回数61周で記念 G1 対抗賞競争。やっぱボートレース美濃の地元の G1 ですから気合入ってますよ。皆さん入ってますよ。この歯見てください。何何もうこれは正歯の歯ですよ、ね、そのままやんね。おういいこと言った。はい、正歯の歯、正歯の歯、はい、ありがとうございます、はい、さあということでですねこの G1 対抗賞競争をですね、はい、皆さんと楽しむためにですね、はい、今回こちらのコーナー用意しました。どうぞご覧ください。制覇の歯、歯、天下に歯を唱える一騎当選の強者が競い合う G1 対抗賞競争開設61周年記念。大阪の夜空にその名を轟かせるのは誰だ。さあというわけで本日はスポーツ報知藤原記者に来ていただいております。もう名物ですね。出てないって。いや出てるでしょ。いや出てないです。1年前出ただけ。いや何回も出てますよ写真。だっていつか肖像権だって。肖像権って。もう1流し6、1流し外すたびに藤原さんの顔出てますから。ほんま頼ますよ有名人。いやいや。さあということで今回はですね G1 対抗賞回数61周年記念がねこのボートレース見ながら始まりますけども、はい、もうまずこれを制したら、うん、グランプリにも近づくし、そうですね、そういうレースでございますけども、うん、注目出場選手でございますがこちら、はい、さあ大阪支部がやっぱすごいですね。地元ですから、うん、松井選手、田中選手、太田選手、丸岡選手、湯川選手、石野選手、ね、おなじみ SG レーサーいつものねこの6人ね。そうですよ。そして渡辺雄一郎選手最近絶好調。お、来た、わたわた、頑張ってるんですよ。すごいですよね。そうそうそう。そして西村拓也選手、うん、西拓、まあ西拓どうでしょう最近。西拓この前優勝しました、ね、しましたしましたね、はい、ね、だからまあそのやっぱり西村拓也、渡辺雄一郎、うん、そして小野達也、木下翔太、山崎君、ここです。そうです。もういつも言うてますもんね。いつももう、ね、番組にもよう出てるし、よう出てます、うん、このだから若手がどんだけ上を脅かしていくか、うんうん、そこが大事なわけでしょ。もうそうだ、熱すぎるんですよ。熱すぎますね、うん、本当。でもこんだけ地元選手が出るっていうことは、うん、やっぱり注目度はもうかなり高いじゃないですか。そうですね。はい、でやっぱりその前にラピードカップ走ってます、うんうん、モーターの相場もちょっと分かってきました、はいはいはい、そこがミソですか。まあ、ちょっとね、うん、温水パイプ外れるってね。ほう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 。そのこの G1 の時は、はい、だからちょっと相場変わるかもしれませんけど、はい、まあでもいいエンジンは多分いいままやと思うんですが、だからそこでちょっと化けてくるモーターを探すのもミソ、うん、そうですね。一気に変わるのがたまにありますからね。あ、温水パイプ、温水パイプって知ってます？私たち言ったらヒーターみたいなことですね。まあ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 、まあ、ちょっと一回変えてくれるんですか。もう何しに来た。勉強しに来た。勉強しに来た。さあということで大阪支部は注目選手、はい、もちろんですけども、はい、遠征組ね、他支部も言ってもうすごいですよ、はい、原田幸也選手、長崎支部、ね、いつの間にかね、長崎支部なってからもう絶好調。そう、すぐまた記念取りましたし、大村の G1 勝ちましたからね。そうですよ。そして山崎智也、白井英二、はい、菊池康平、山口選手、はい、まあ、この辺はねやっぱりグランプリにも顔を出すメンバーでございます。常連ですからね。そしてブス島誠、峰竜太、篠崎もすひとしの桐生純平、ニュージェネレーション、どうしたんですか、もうこれすごないですか。すごいです。中でもですね、4月に24条制覇を果たした今村豊選手、ね、マスターズも勝ちました。元気ですね。すごいですよ。しかも今村豊選手、はい、何条24条記念制覇までもあと2条。すごい。住之江芦屋、ね、住之江あんまり得意じゃないですよね。でもエンジンいいの引いたら分かりませんよ。分かりませんよ。なんで住之江苦手なんでしょう。なんですかね、うん、まあ、本人もなんでか分からんという分からないと。だからもうグランプリに来ても今村選手だけいつもコメントが渋いという。そうです ね、ただこれはもう今乗ってますから、うん、注目のモーターちょっともう一回おさらいしておきましょう、はい、温水パイプが外れますけども、はいはいはい、今のところこれ素性いいよと、うん、新モーター新ボートになってますが、うん、結構いいんじゃないかという藤原記者が思うモーター、やっぱり8番です。8番、8番、はあ、8番やっぱいいですか。いいですね。パワーの8。あとはあと10号機もいいですね。10号機、うんうん、10号機っていうのは、ね、誰が目立ってました。10号機はね、うん、あの藤井選手とか藤井徹選手が、はい、あの4月末のね、そうそうそう、節で、そうそう、ほうほうほう、伸びがいいですね。伸びがいい、はい、あとこれっていうのは21っていうのはこれ佐川選手、佐川選手がその4月の末に、そう2人とも優勝戦乗ってますから、そうそう、もう佐川選手なんかもう全部の足が上位級入れてますからね。はー、はい、
そうなんですね。だからこれがもうどんだけ温水パイプが外れて動いてくるかという、うんうん、そうですね。39がどうなんですか。僕39なんですよ。39伸びがね、伸びいいですよね、うんうんうん、これでパイプが外れてもっと良くなる可能性もある、うん、そうですね。やっぱ伸びいいエンジンっていうのは伸びがいいですからね、はあ、ドリーム戦行きましょう。ドリーム戦まず初日千成賞でございます、はい、もちろん1号艇松井茂選手、はい、何書くの。全部書かないです。いいよいいよ、もう書いて。松井選手、はい。2号艇今村豊選手、はい、はい、3号艇田中慎一郎選手、はい。この時間が結構そう問題もったいないですね4号艇菊池浩平選手、はい、これ15分番組なんですけどね。さあ5号艇ブス島誠選手、はい、6号艇岡崎選手、はい、これがまず初日のドリーム戦メンバーでございますが、ここはやっぱり絶対王者松井選手の陰線、うん、ね。でレジェンドがいて、これワクワクしますね。そうですね。コースもこのままでしょ多分。4カドにね、これ菊池選手ですよ。選手を追ってますよこれ。で初めて G1 を制した岡崎選手ね。江戸川でね、これ。これは面白い戦いになりますよ。でこのメンバーですけども、うんうん、これやっぱ、まあ1は逃げますよ。松井選手は絶対に逃げますよね。絶対に。そうなってくるとやっぱりあれじゃん。え？16流しそれを言うてるんですよ何がいいの。それを結局やん。もう分かってるでしょ。期間でも結局やん。そうよ、本当ですか。そうや、そうや。だからこれで面白いのが、うん、3号艇の田中選手とか、はいはいはい、菊池選手が伸びのある10号機39号機を引いたら面白いってことですね。そうですね。センターからそう。じゃあ逆転はない。もう逃げ、もう絶対に、もちろん絶対王者に、絶対初日はね、はい、もうそれでバシッと決まっていただいて、はい、じゃあもう予想してください。やっぱ1から6の2、3着出たなんで、いや聞くまでもないでしょ。はい出た、はい出た、はい、もう初日、はい、はい、1、7、6、1、6、7、8、これ前回と一緒、ええ加減バカにされますよ。いやいや前回はこれを一般戦で試したでしょ。あ検証見てるやん。そう見てる見てる、そら見てるやん。やっぱ G1 でこそこれが全然当たれへんかったからね。絶対当たるから大丈夫、絶対当たるから。G1 で検証するかどうか知らんけど、まあ、ずっと72レース全部こうたって儲かるって72レースこれをやれっていうことわかりました。じゃあ今回の対抗賞は、うん、もうスタッフが1流し6、うん、1流し6、うん、全レースから全レース、 そう、それでプラスになるかどうかね。そうそうそう、プラスになればいいってことですね。そう。さあそして2日目関白賞でございます、はい、さあじゃあ秋葉ちゃんこっち、はい、もう書きましょう山崎選手、桐生選手、はい、太田選手、石野選手、原田選手、峰選手、はい、さあということでじゃあ、はいはい、関白賞これはダブルドリーム2日目のドリーム戦です、うん、まあ初日の動きもあると思いますが、うん、センター勢に大阪支部ということで、はい、これまた原田幸也選手、そうですね、長崎支部になりましたけども、コースも結構来るタイプですからどうなんでしょう。まあでもこれドリームはもうここはちょっと動きようもないですかね。絶対譲りませんからね。うん、やっぱ枠なりでしょ。はいはいはい。うん、でちょっと関東勢がね、そうね、パンパンときて、はい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 、で九州が外枠と、はい。なんか原田選手見ながら九州勢っていうのもちょっとなんかイメージが、ね、なんかね、うん、イメージが、まだちょっと、うん、さあその関東ラインなんで書いた。競輪みたいなところ。九州。九州。まあただここもちょっと魅力ありますよ。センターからも狙いたくなりますし、王道の逃げね、藤原さんはもう言いましたから全部が逃げだと。そうだからまあ1 か基本は1です。基本は1なんです。基本は1なんです。住之江の記念は1だと。まあ僕とかやったらやっぱ太田選手の3号艇も気になりますし、うんうん、石野選手の角も気になりますから、うん、3-4-4-3も行きたいですけどね、うんうんうん、どう思います。私は石野選手入れたいです。4-1ね、はい、4-1とか4からね、はい、さあ藤原さんズバリお願いします。1から6の2、3着やかましいよ。吐かすな。なんやねん。いや、もういや裏切らないですね。もう吉本新喜劇みたいなもんでしょ。なんでないですよ。なんでやねん。
全部これを買うんですから、ね、全部これを買うんですか。そうそうそう、全部これを買うんです。全部これを買うからブレないぞと。ブレない。さあということで、はい、スポーツ報知藤原記者からは1流し1流し6と、はいはい、ね、両方のダブルドリームもらいました、はい、もうダブルドリームと言いますか、72レースがこの予想だということでいいんですね。そう、もう全部ドリームみたいなメンバー、全部ドリームみたいなメンバーですから。ほんま初日とかめっちゃ荒れへんかな。あれそうですよ。いやでも6日間終わってみれば、終わってみればこれで回収できるぞ。そうプラスなんです。たぜひね、苦情のね電話、みんなとですねまた Facebook で藤原記者を探してですね、直接メッセージを送っていただきたい。それはやめてください。それはやめます。なりまくりですよ。なりまくり、それはやめましょうか。藤原記者の予想も気になりますが、レース開催期間中は気になるイベントが目白押し。初日は仮面女子と勢い関トークステージ、11日日曜は長谷川穂積トークショーとボートの時間トークステージが、12日月曜は井口よしのりトークショー、13日火曜は植木道彦トークショー、14日水曜は瓜生正義トークショーが行われます。詳しくはボートレース墨田のホームページをチェック。というわけで6月10日土曜日からは G1 対抗賞競争開設61周年記念が開催されます。皆さんぜひボートレース住の井で白熱のレースを観戦してみてください。いやもうぜひね見ていただいて、そしてですね、藤原記者のスポーツ報知もねチェックしていただきたいということですよね。本当外れたら帰りの電車でめっちゃポルカス言われてほしい。さあということで、レース開催期間中はですね、私のブログ人生ロゴ豪邸で私もですねボートの時間予想の時間やりますんでね、ぜひアクセスしていただきたいと思います。僕はそんな一力流し一流し6みたいな簡単な予想だけはしませんよ。ちゃんと狙っていきますからね。いやでも僕が勝つ勝つと思います自信満々でございます。さあちなみに藤原記者、ズバリ優勝は、これは松井選手ですね。王者松井、さすがです、はい、さあということで松井選手で幕を閉じるのかどうか。はい、もう松井選手ね、うん、この4月の G1、はい、丸亀ミクネペラ掴んでますから。おもう上り調子。そう、ここ2、3年ずっと出てなかった感じがしたのが、ほうもうこれ手応え感じてきてるということは、エンジン出しますよ。行きました。さあということでお墨付きでございます、ね、はい、ぜひ皆さん期待していただきたいと思います。ボートの時間また来週。